つの根がこう横並びにあるんですけども、根のトップで大体7メートルぐらい、ボトムで25メートルぐらいの感じのポイントですね。で、今船下のちょっと沖合にこの大きな根があるんですけど、そこに赤根花鯉の根なんかがもう今時期からこう幼魚も増えてわーっと群れてます。で、ここの根を中心に回っていくんですけども、この根のトップのところにはカメが寝てたりとか、あと、周りには花ゴンベって綺麗なこう鮮やかな魚とかですね、その辺も結構ちょこ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 いたりするので、ここをゆっくり回っていくような感じでいきたいと思います。大体潜水時間は35分から40分ぐらいですね。エアは70になったら教えてください。で、船下に入ったら、僕の方に集合してもらって、今潮はほとんど流れてないですので、のんびり行きたいと思います。じゃあ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。